はい、今日はカロリーオフ、揚げないなんちゃってメンチカツを作りたいと思います。まずはスキレットでパン粉を炒めていきます。焦げないように注意してください。セブンイレブンのハンバーグを焼いていきます。両面焼いたら付属のソースをかけて、先ほどのパン粉をぶっかけていきます。裏面もかけていきましょう。これで出来上がり。いただきます。はい、今日は簡単で美味しい肉豆腐を作りたいと思います。まずは好きなお肉を焼いていきます。お肉が焼けたら次に豆腐を加えていきましょう。豆腐を加えて、味付けは醤油、みりん、酒、砂糖を大体同じぐらい加えていきます。蓋をして煮込んでいきます。いい感じ。それではいただきます。はい、今日はダイエットにぴったりな豆腐ステーキを作りたいと思います。まずはタレを作っていきます。このタレはお肉にもぴったりなので、チキンステーキや牛肉のステーキなどかけてみてください。次に豆腐の水気をキッチンペーパーで取っていきます。小麦粉または片栗粉をまぶして焼いていきます。ごま油をたっぷりめに引いて全面丁寧に焼いていきましょう。ここまで結構早かったと思うので、保存してゆっくり見てみてください。全面丁寧に焼いていきます。いい色ですね。このように全面焼けたら、先ほど作ったタレをぶっかけていきます。美味しそう。それではいただきます。